ちょっと大きいのができるっていう感じですかね。でいくらかですよ。アルギン酸ナトリウムを水に溶かします。水にね溶かすのにはちょっと時間かかります。ポタポタポタっとこう割り箸の先っちょからポタポタポタっとだんだん溶けてくるとねドローって感じになるんですけどね、だいぶ溶けてはきたんですけど、まだこう白っぽい粉が残ってる状態なので、こう根気よくかき混ぜて溶かします。溶かしてだいたい溶かしておいたやつがあるんですけども、これですね、こんな感じです。もうなんか水飴っていうか、まあ本当とろみですね、いわゆるとろみ。焼きさじの方にちょっとまだ、粉末が残ってるんですけどね、ちょっとやや濁った感じのとろみのある容器になります。でこれだけだとちょっと透明のままなので色をつけてみようと、ね、もうすでにこちらにね食紅汁落ちみたいなのがあるんですけども、とろみのあるものをカップの方に移しています。はい、食紅を4色揃えておいたんですけど、まあ、ちょっとイクラをイメージして赤い食紅を、あ、ちょっとたくさん入っちゃったから、薄い方がねちょっと透明で透き通った感があるから綺麗かなと思うんですけど、ちょっと毒々しい色が濃くなっちゃいましたね。下地でそのまま使っちゃったんですけど、それをこのとろみをですね撤去するときにこう割り箸がちょうどいい感じで撤去できるので、割り箸をかき混ぜ棒でこう使うといいかなと思います。まあ、そのままね割ったとこう捨てられるっていうのもあるんですけどね。はい、じゃあ次こちらなんですけど、これがビーカーに水が入ってるんですけどね、ここに塩化カルシウムですね、 CaCl2 塩化カルシウムを溶かしまして、水溶液としておきます。こちらすぐ溶けますね。この濃度も若干関係があるんですけど、薄すぎてもいい形のカプセルできませんし、濃すぎるとねちょっと変形涙型のカプセルになっちゃったりとか。塩化カルシウム水溶液に先ほど作ったこのアルギン酸ナトリウムですね、このトロトロっとした水溶液を滴下していきます。最初形がちょっといびつだったりするんですけど、糸引いたりですね、いびつだったりする時あるんですけど、だんだんこう丸くいい感じにまとまることがあるので、根気強く入れています。出来上がったやつを取り出してみますと、こんな感じですかね。よいしょ、こんな感じですかね。でこれ今尻尾入ってますね、これね。綺麗に見せるっていうのは結構難しかったりなんかしますけど、こんな感じですかね。ピントが合わないかな。先ほど事前に作っておいたですね、青いのも毒々しい色ですけども、青いのもやってみます。割り箸じゃなくて太いこう試験管ですとかね、
割り箸より太いものを使うとより大きなものができるとか、そういうのはあるみたいです。黄色ですね。ついで緑も。うわ、ちょっとひどいですね、これ。こんな感じですか。こぼれちゃいましたけど。こんな感じですね、カラフルな。球状の、いくらカプセル。いくらじゃないね、いくらとは限らないですね。手を突っ込みすぎちゃってこぼれちゃいましたけど、こんな感じですね。一粒ずつじゃなくて、ちょっと高いとこから。めんどくさいのでポタ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 と、ちょっと入れすぎて、これ引き換えの卵みたいなじゃん、ね、ついでにちょっとで、試験管なんですけども、試験管でやるともう少しでかいのができるかなと思ったんですけど、ポタポタポタ、手突っ込んで取り出してみますか。よいしょ。こんな感じで。なんかつながっちゃうのもありますね。丁寧にやればもう少し形のいいのができるかと思います。ぷよぷよっていう独特の食感があるんですけどね。ちょっと繋がってるのもできちゃったりして、試験管でやると大物ができやすい傾向はあるのですが、ちょっと大きいのができるっていう感じですかね。